Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。ラブです。はい、今日もなんですけれども、はい、こちら、またアイハブで買い物をしたので、興味ある方はぜひこのままご覧ください。はい、今回なんですけども、ついこの間ですね、24時間限定で、25% オフというセールをやっていたので、ちょっとその前の時はね、セールをちょっと逃してしまったので、今回はぴったりと時間をちゃんとチェックして、買いました。で、そんなにたくさんのものは買っていなくて、もうほとんどがリピなんですけれども、なのでそちらをちゃちゃちゃっとご紹介した後に、前回買った、iHub で買った購入品の、その後、どうなったかという報告も、入れようかなと思っているので、よかったら最後まで見てください。はい。では早速なんですけども、まずはこちら。はい。オルゲインのオーガニックプロテインという、プラントベースのプロテインになります。で、これはですね、実は、前の前ぐらいに買っていたんですけども、その時に買ったアイハーブはね、ホービデオを作らなかったのね、なぜか。うん。なので、前回買ったのがこちらでもう空っぽなんですけれども、その時はチョコレートピーナッツバターというフレーバーを買ってみました。で、これはもう、レビューの方、iHub の方のレビューにも書いたんですけれども、私は P プロテインは iHub でも何個か買ったことがあって、もう毎回ね、私には合わなくて、味が合わなくて、もう母親にあげたりしてたんだけど、お母さん飲めるから。なんだろう。P プロテインを私2回ぐらい飲んだのかな。で、エンドウのやっぱり青臭さっていうのがどうしてもこう舌に残ってしまって、あと匂いとかね、が苦手で飲めなかったんですけども、今回のこちらプラントベースのプロテインは、まあ、P プロテインってエンドウもね、もちろんここ入ってるんですけども、他にね、玄米とチアシードと、エンドウ豆のプロテインからできています。はい。で、これはね、本当に飲みやすかったので、このピーナッツバターとチョコの味も美味しくて、本当飲みやすかったです。なので、前回ね、実はこちらを買っていました。ホールビデオにも出したんだけど、これが、カリフォルニアゴールドニューティションスポーツのホエープロテインアイソレートというもので、こっちがね、アンフレーバーで何も味がついていないものになります。こんな真っ白な粉なんだけど、私は大体アンフレーバーは買わないんですけれど、これはなんかいろんなものと混ぜて飲んだらいいかなと思って、レビューがすごく良かったので、ただ蓋がね、閉まりにくい。ぴったりこうね、平行にならなくて閉まりにくいんだけど、で、これが、まあ、これ、まあ、報告も入れますが、とっても溶けやすい、溶かしやすいパウダーになっています。この、オルゲインの方は、私はだいたいシェーカーに粉を入れて、ジムで終わった後に水を入れて、シェイクして飲むんだけど、そのね、シェイクするときに、どうしても縁に残ったものが溶けにくいんだけど、これがすごい溶けやすい。うん。で、味がちょっと、脱脂粉乳みたいな、スキンミルクみたいな味がするってレビューにはたくさん書かれていたんですけども、なんか私はそれ以上に飲みにくかったので、これを途中から混ぜていました。混ぜると、こっちの、まあ甘すぎるってすんごい甘ったるいわけでもないんだけども、甘さがあるので、これで中和されて、まだ飲みやすくなりました。で、これを入れることによって、これの端に溜まる感じの、こともなく、すごい溶けやすくなったので、飲みやすいなと思って、そしたらもうこれが終わったので、今回、ちょっと前振りがめちゃくちゃ長かったね。こちらを買い足しました。今回がね、クリーミーチョコレートファッジフレーバーになります。うん、チョコレートファッジね。だからちょっとピーナッツバターではないんだけども、私ピーナッツバター大好きだから、でもちょっとこっちにしてみました。はい。で、これはね、まだ今日から、今から、後でジムに行くから、その時に飲んでみようと思います。これ中蓋がついてるから、初め開けにくいんだけど、こういう風にね、中蓋ついてます。もう、後で入れるから、もう今開けちゃいますが、よいしょ。これがね、920g 入っています。アイソレートの方が400、
54g なので、また買い足さないといけないんだけど。よいしょ。あ、すごい。甘いチョコの匂いがします。これはね、また次回のI Haveの時にご報告したいと思います。多分ね、美味しいと思う。飲みやすいと思います。これでね、こっちは、2スクープスだったのね、確か。1回に飲む量が。2スクープスで、21g のプロテインなんだけど、私はこれを半分入れて、こっちもこれに入ってるスクープの半分入れてます。こっちは1スクープで 27g の、プロテインが入ってます。だからこっちの方がプロテインの含有量は相当多いです。というわけで、今はプロテインこちらを飲んでおります。なんか話分かったかな？なんかいろんなこと言ったけど。はい、次行きます。次がこちら、ダイナミックヘルスのアップルサイダービネガー with mother and honey という、前回だったか前々回にも買ってご報告したんですけども、それがこちらのプラボトルの方で、で、これを買って報告した時に、この with mother だけ、で、こっちはハニーって書いているので、ハニーと書いてないだけ、やっぱり甘みがちょっと少なくて、酸味がきついなって思ったので、これを報告した時にまたこっちに戻ろうかなって言ってたと思うんですけども、で、戻りました。もうね、リンゴ酢の消費量が本当多くなって、ピクルスを自分でつけるようになってから、もうどんどん、吐けていくので、もう次を買っておきました。うん。ほんとね、オニオンのピクルスを常備しておくと、本当に重宝するので、もうお弁当とかを、今年はよく持っていくようになったので、いろんな、ちょっと甘みと酸味があるピクルスって、辛いものとか、なんかサラダとか、サンドイッチとかにも入れても全然合うし、うん、大好きです。はい。で、まあ、これはね、何回も、リピしているので、で、もうこのボトルの方も、前にも買っていたので、これもご存知だと思います。はい。で、次もリピです。はい。チャイムズのトースティッドココナッツハートピー with sea salt というキャンディーでございます。これは、もう私も大好きなんだけれども、今回は姉が買ってほしいっていうので、一緒に頼んで買いました。もうね、I Haveの中でいろんなキャンディー買ったけど、まあキャンディー、お菓子は買ったけど、これ本当に美味しい。私はキャラメル系が大好きなんだけど、昔から。チェルシーとかね、そういう系のキャラメルトフィー味みたいな大好きなんだけど、ほんと、めちゃめちゃ美味しい。で、サイズもいいし、この袋の中に結構入っています。うん。よだれが出る。また可愛いでしょ？このパッケージが。これ、会社の帰りとかね、車の中とか舐めてます。はい。ちょっとね、まあ、キャンディーとしては高い方なので、やっぱセールの時とかにね、まとめ買いをおすすめします。はい。で、最後なんだけど、これね、ツムのランドリーソープ、まあ、液体の、まあ、洗剤なんだけれども、昔に2種類買っていて、なんだっけかな？ちょっと待ってね。思い出すわ。で、今回がシーソルトなんだけれど、昔はフランキンセンスとパチュリっていう香りと、もう一つ何か買ってたなと思って、で、どっちも、本当いい香りで使いやすかったね。でもう洗剤が今なんだポッズっていうのかな、I Haveで買ってたやつがもう全部のランドリーのソープがなくなりそうだったので急いでこちらを買い足したんですけれども、その時に何にしようかなと思っていて、で日本にもねこういう体というか肌に優しいソープっていうのは売ってるんですけども、どうしても私は香りがね、ある方が良かったので、で、このズムのシリーズもいい香りだったので、今回どれにしようかなと。で、フランキンセンスとパチュリーのやつは、ちょっとコーラっぽい香りがして、まあ、それはちょっともういいかなと。
で、もう一つのやつが何だったか思い出せなくて、で、いろいろまあ、レビュー見ていて、いや、私はもう、ジョーマローンでシーソルト大好きなので、シーソルトにしようと思って、さっきね、今日朝洗濯したので、これをね、使ったのよ。そしたら、あれこれ、匂ったことがあるなと思って、アイハブを開けて、履歴を見たら、前に買ってたもう一つがこれでした。だから、新しいの買ったかな、新しいのトライしたかなと思いきや、リピでした。はい。やっぱ好きなんだね、シーソルトが。今もね、洗濯終わって、干してるのはいい香りします。まあ、乾いた後はそこまで、香りは残らないんですけども、洗濯してる時とかは超いい匂いになります。はい。なんか、まとめて最後、報告しようかなと思ったけど、ところどころ、その時に入れていっちゃってるので、もう終わりそうなんですけども、最後に、このバステロのコーヒーの件なんですけども、もうレビューにも出したし、インスタのストーリーにも出したんだけれども、まあ、見られてない方のために、このスプリームバイバステロの、インスタントコーヒー、こちらがディカフィネイテッドになっています。で、今まではこちらのエスプレッソのデカフェをずっと買っていたんですけども、もうずっと売り切れてから、入荷未定っていうことしか書いていなくて、もう待っても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 帰ってこないので、次は何かなと思ったら、このね、インスタントコーヒーバージョンの方が出てたので、バステロから。こちらを買いました。で、飲んで、飲み比べてみたんですけども、エスプレッソの方がもっと粉が、細かくて、まあ、見た目はね、別に、まあ、こちらインスタントコーヒーなので、もちょっと粗い感じなんだけど、まあ、両方ともさっと溶けます。で、こっちの方が、苦味がね、若干強いです。エスプレッソの方が、まろやかな感じ。なんか、エスプレッソって言うと、ね、苦味が強い感じが、なんかイメージであるんですけども、向こうの方が、なんかスムーズな感じが、します。だから私はどっちか両方とも目の前にあるんだったらエスプレッソのディカフの方を買いたいんだけれども、まあなんせ売ってないので、で、こちらはまあちょっと苦味があるけれども私はミルクを入れるので、美味しいです。だから今もうやっぱり朝起きると、飲みたいなって思うので、こちらを毎朝飲んでおります。うん。なんか、これにしてからまた朝コーヒーが飲みたくなっちゃった。うん。美味しいです。で、これね、インスタに載せたらね、ニューヨークの友達が、ニューヨークでもそれすごい、人気だよって書いてきました。メッセージで。バステロさん。はい。というわけでですね、今回買ったアイハーブの商品全部なんですけれども、プラス前回買ったものの報告も交えての、まあ、動画だったんですけれども、他何か言うことなかったっけかな？もうね、円安がどん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 進んで、今もう158円まで行っちゃって、もうどうなることやらって感じね、海外旅行ももう全然行ける気がしない私今。なんだけど、うん、まあちょっとこういう風にね、20%オフっていうセールをやってもらえるだけ助かるなって感じです。うん、それでもちょっと高いけど、元がね、定価がどんどん上がっていってるので、うん、びっくりよね。最近はもうね、もうゴールデンウィークが始まるんですけども、やっぱり人も多くなるし、なんか全部値段高くなるし、なので、まあ多分、まあ友達とバーベキュー毎年やってるので、それ楽しみにしているんだけれど、それ以外はほぼほぼジムか自分家にいるか、なんかそんな感じかなと思います。うん、皆さんなんか予定ありますでしょうか？なんか何かしたいんだけどね。うん。今ネットフリでもう涙の女王をずーっと見ていて、なんか最後、なんかもう一回ぐらいなんかすごいムカつくようなエピソードがありそうなので、姉と一緒にね、まあ、姉は姉の家で勝手に見て、私も自分家で勝手に見て、会った時に話をしてるんだけど、なんかお互い我慢して最後の3話は一気に見ようっていうことで、今まだね、見てないの。多分今日にもう1話、で明日にもう1話、最終回が、上がると思うんだけど、うん、もう早く見たい全部、もう早くそれでスッキリしたい最終回でどうなることやら、皆さん見てますか？涙の女王。
皆様何かおすすめあったら教えてください。あ、あとベビーレインディアっていうのもシリーズで見始めた。なんかいろいろ、どうしてもね、朝、会社行く2時間前に起きてるので、もうご飯食べてる時とかちょっと見ちゃうんだよね。ながら食べするのがダメだと思うんだけども、一人だと見ちゃうよね。うん。また長々喋っちゃいました。せっかく内容が短かったのに。はい。というわけで、また今月じゃない、5月にはもう一本撮ろうかなと思っているので、ご期待ください。Alright, thank you so much for watching today and see you next time. Bye!